はい、こんにちは、ムイです。今回は幽霊が影になって姿を現しているシーンをまとめてみようと思います。まず最初の動画はこちら。岐阜県の朝鮮トンネルに行って、撮影終わった帰りのタイミングです。皆さんはこの黒いの、何だと思いますか？この上の方から落ちてきて、最後右にずれていく、これ。ムイは最初編集の時にフロントガラスに虫でもついてたんかなーって思ってたんですが、編集の時にスルーしたんですね。そしたら視聴者さんに言われて、改めてかっちゃんに確認してもらったところ、小動物の幽霊の影らしいです。嘘だ、フロントガラスについた虫じゃないのって思った方、ムイと同じ感性です。そのムイと同じ感性の方々は、これがフロントガラスについた虫だと思うなら、上から下の方に来る分には、フロントガラスについた虫かなって思ってもいいんだけど、最後、草むらの中に隠れていくんだよ。その、草むらでその影が隠れるようになってるから、要は草むらの中に潜り込まないと、そうは見えないんだけど、そうなっている理由を、説明してください。お願いします。はい、続いての動画はこちら。福井県の渡島トンネル。かっちゃんの背後を飛んでいく黒い影ですね。かっちゃんが気づいて後ろ振り返ってますが。これも、壁に向かって飛んでいって、そのまま壁の中に入っていく感じで、反対側から黒い影が出てくるっていうことがないんすよ。で、まあ、これはかっちゃんがその現地で気づいてたやつなので、撮影終わって帰った後にその元データを見せて、じっくり動画を見て、その答えを出した感じの解説動画を出しています。今使ってる映像がその解説動画のやつだけど。続いての動画はこちら。岐阜県関ヶ原市の島津義弘陣跡。そこで、赤外線カメラを使って撮った映像の中に黒い影があると。最初の方からちらほらとね、オーブが映ってたりと、見どころはまああるんですが、肝心な影については2分14秒のところに一瞬出るだけなので、下の方、左下の方にね、タイマーつけておきます。そこ、2分14秒のとこだけ、わかりやすくしてあるので、見てもらえればと。で、2分14秒まで割と時間あるのでね、ちょっと雑談入るんですけれど、この動画って、音もない無音動画で、19分くらいあるんですね、元動画が。で、タイトルに、音ないよとかそういうことも書いてある割には、700回近く再生されてるんですが、皆さん、この動画、最後まで見れたんですか？ムイは最初から諦めて、実はこの動画最後まで見てないんですよ。っていうか、ほぼほぼ見てない。っていうのも、ぶっちゃけ、今もそうだと思うんだけど、ムイよりも視聴者の方が心霊コンテンツに対して目が肥えてるって思うのね。ムイはもう基本的にめっちゃわかりやすいやつ以外は見逃すから、もう、いろんな心霊チャンネル見てるようなその視聴者の人たちにもう見つけるのは任せようって。よそのチャンネルではまあやらんやり方だと思うけど、心霊スポット巡った動画出して自分で幽霊見つけてねってやり方は。ただその怖い映像が編集されてわかりやすくなってるやつが見たい人には不向きだけど、自分でここおかしい、ここなんだって見つけられる方が、俺は楽しいと思うんだよね。っていうのもあって、こんな、無音動画で編集もしない、よその動画ではようようやらんだろうなって思うやり方で動画をアップしてるわけだけども。で、なんでこんな動画じゃないわ。なんでこんな昔の動画を引っ張り出して、こんな動画作ってるかというとですね、ツイッターでとあるメールが、DM が来まして、他の方のね、動画で、かっちゃんから見たらどう見えるんですかみたいな。これって本物なんですかみたいな。そしたらもうね、
なんで影が四角く映るのとか、なんで周りははっきり映っているのに影だけボケるのかとか、もうなんかまあ、ああ、偽物なんだねっていう感じの手で終わったんですけれど、その、実際問題、影が、その、周りの風景は綺麗に映ってるんですよ。ただ、影だけぼやけて、なんかよくわかんないなっていう感じになってるの。その、えらく、その、影だけピンボケしてるっていう感じ。周りの人から、よその人から見たら、その、俺らの動画の影も、大概、その、同じくらいボケてるぞって思う人もいるかもしれないけど、そうなると別の疑問が湧いて、心霊やってる人たちってさ、心霊やってる人に限った話でもないんだけど、いいカメラ使ってるんじゃないのって思うんだよね。ムイが普段撮影に使ってるカメラって、普段その、いろんなとこ行って、かっちゃん映したり、幽霊映したりしてるビデオカメラって、だいたい5万円ぐらいのやつ。で、普段かっちゃんに渡して、その、オーブ撮ってもらってるデジカメも2万円くらいの、その、割と撮影機材の中では安上がりでやってる方だと思うんだ。その10万、20万もするカメラとかそんなの使わずに、なんか低予算な感じでやってると思うんだけど、それでだいたい今この動画で見てもらった通り、こんな感じで影映るよっていう感じのその映像の質。になるんだけど、俺らよりその登録者上の人たちで、その収益得てるような人たち、1000人、登録者1000人以上いて、収益入ってきてて、まあ、登録者次第ではさ、もらえるお金も大概少ないんだけど、それでもさ、なんで幽霊だけ、なんていうの、ピンボケする器用なカメラ使ってるんだってはなるんだよね。よそ様が使ってるカメラって、他のチャンネルの人たちって自分たちが使ってるカメラって紹介しないの？俺はもう何回か動画自体では言ってるんだけど、2、3回は言ってる。このカメラ使ってますよ、みたいなのは。まあそんな感じでね、その影がピンボケしたりする、影だけピンボケしたりするのはおかしいとかそういうのとか、あとはまあこれはどこにでもあるんだけど、虫をオーブと言い張ったりとか、うまく光の加減で、映ってるんだけど、よく見ると、羽があるみたいな。まあ、実際問題ね、その、長くこの心霊コンテンツに触れてて思うけど、結局、オーブって、見える人にしか見えないもので、これオーブですよって嘘言われても、結局その、信じるしかないから、まあ、言いたい放題自由に言えるんだろうなっていうのがね、だってもう、目に見えてるものだったら、あれじゃん。目に見えるものだったら、いや、これは偽物だよ、本物だよって言えるけどさ、オーブに関しては確かに証明の仕様が難しいなとは思うから。で、これはあくまで無意の感想なんだけど、心霊コンテンツの YouTube って、登録者上に、チャンネル登録者が上に、行けば行くほど、要はその心霊コンテンツの上位陣になるほど、見えてないし、霊感ないし、嘘だけで成り立ってる人たちが本当に多いっていう印象なんですね。かっちゃんに聞いても、こいつ霊感ないし見えてないじゃんみたいな人が多い。で、嘘だけでその動画を作るから幽霊が派手になるし、シンプルでわかりやすい。形でその動画として仕上がって、いわゆるここ最近のホラーゲームとかの演出に似てる感じの動画になってるなーっていうのが、嘘だけで塗り固めてる人たちの動画の特徴なのね、個人的には。知らんよ。別にどこのチャンネルに喧嘩売りたいわけではないからね、これ。ただ見えてないのにようやるな、ここまでっていう、その、エンターテインメントとしてのホラーっていうの？ホラーゲームってそうじゃん。ユーザーを驚か、プレイヤーを驚かせるために、その幽霊が出てくるわけじゃん。そんな感じの、動画というか幽霊の見方になってるなって思って、
回こうやって動画にして改めてわかるけど、幽霊の影とかってこれだけ地味だし、あのかっちゃん自身もあの除霊って呪文とかもないし地味だわっていうくらい、あの本物の心霊コンテンツって動画では伝えづらいその内容コンテンツなんだっていうことを分かってほしい。あの派手にできない。あの怖い音楽一つとっても、その例えば今からトンネル歩きますっていう時に、そのじゃあここは今暗いトンネルの中歩いてるから怖い音楽つけようって思って、最初の頃音楽このチャンネルでもつけてたんだけど、かっちゃんからあのラップ音とか聞こえなくなるから音楽いらねえって言われるぐらい、あの音楽つけてる場合じゃないはずなんですよ、あの動画。そんぐらいなんか編集しづらいコンテンツだなっていうものを編集してて、でその今回この影とかでも正直あのかっちゃんありきだから、あの俺はこれ撮れてるって思うわけで、あのかっちゃんが霊感を使って幽霊さんたちをつついてあのつつくっていう言い方も良くないな、幽霊さんたちにまあなんかそのアプローチかけて、そのアプローチなんていうの、そのお返しがこうやって動画に撮れてるだけで、あの無意一人でもし心霊スポット行ってもこんなに撮れない。あのまあ俺はあの一人でね心霊スポット行こうとはならないって思うんだけど、あのよっぽど安全な場所でもわざわざさ心霊スポット行くの一人で行くの大概だなって思うもん、すごいなって思うもん。というわけで、まあ、あの、かなり雑談味が強くなってしまったけれど、今回は、その、今まで、このチャンネルもう4年ぐらいやってるのかな、4年、そこそこやってるけど、その中で撮影に成功した幽霊の影をまとめてみました。あの、幽霊の影って、あの、こんな感じで映るんだっていうのが分かってもらえたら、まあ、いいかなっていう感じです。はい。ということで、お疲れ様でした。あの他のチャンネルの人とかのね、影の動画とちょっと見比べてほしいなとは思う。その、喧嘩売るわけじゃないけど。なんていうか、やっぱりそのなんか、違和感あるなっていうのは、やっぱりね、みんな見ててあると思うんだよ。というわけで、まあ、それとの見比べ用にね、動画を作ってみました。これからも、Gチャーハンの応援お願いいたします。よろしくお願いします。